演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマンスの冷やし醤油ラーメンを食べたいと思います。前のニンニク入りのやつも、まあ、何ですかね、チャーシューは見えますが、ここにあるメンマ、卵、まあ、食べてみればわかりますよね。それでは、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。はい、準備できました。はい、では、メンマ、シトウ、ワカメ、ご紹介します。では、いただきます。もやしやわかめ、卵やメンマ、チャーシューはいずれも食感がしっかりしていましたね。そして味もしっかり感じられました。しっかりしていますか。でもカリーとはね、でも美味しかったです。シャキシャキとした歯応え、コリコリとした歯応え、分厚い噛み応えと旨味が良かったです。で、肝心のラーメンですが、ちょっと見てみた感じは、この前のニンニク醤油ラーメンよりも細い麺でしたね。なので、ちょっとずつ口の中に入っていて、でも喉越しは良かったです。そして、醤油ベースのスープもあっさりしていて、ニンニクのちょっとパンチのようなものが違ったあっさりです。冷やし麺はあっさりの方がいいかもしれませんね。まあ、この辺は当然好みなんですけど。というわけで、新風なので、わちゃわちゃ美味しそうで、ざるそばとかうどんに近いかなという印象があります。なので、そうした方が、このそばが好きな方は、ぜひ進んでください。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。